はい、お疲れでした。終了後ですね、今。いやお疲れした。いやー、やっぱりよ。いやー、大変だったね。いやー、いい勝負だった。いい試合だったよ。いい試合だった、マジで。マジでいい試合だった。高橋さん。いやー、いや、でもやっぱりね、いけないね、その、そう。もう、デートとかは絶対その、一回思い出すから、そこはやっぱバーンって言われたら、もう絶対取れなかった。そこはやっぱ強かった。うん、思い出す時間がやっぱり。素晴らしかったね。ほんとそう。星さんが勝ったのか。勝ちましたよ。悔しい。勝った。これは悔しいな。ことがね、やっぱ少なかったんで、ドフラミンゴに比べれば。まあそうだね。ドフラミンゴの方が多分、セリフも多いし。圧倒的に少ない。情報量は多かったと思う。すげえな、よくあんなに選んだね。ねやっぱ好きだけど、持ち目がね。いやー、だってすげえ、でも缶またぐでしょ、いっぱい。あー、ドフラミンゴ特に多いと思う。またぐね。途中途中もいいこと言ってたりするからね。そうそうそう、名言っていうかね、やっぱり。え、何どうやって全部拾ってやるわけでしょ。いや、もう今回は全部いきなり、うん、あのクイズ形式でやりましょう。ああ、でもそれがいいっていう、ね、どういうこと誰かに出してもらう。ああ、もうだからいつもこの会社のアプリに出して。別にお金がないよ。それちゃんとあの、僕の個人チャンネルを撮ったんですけど。ああ、そっちでね。あ、毎日、うん、やばい、ちょっとやっていくぞってなって、すごいじゃん。とりあえず、ちょっと、はい、1回5分だけミンゴタイムっつって時間作って素晴らしい、問題くれっつって、素晴らしいじゃん。やった。そのやつが一番すげえ。一番読んでんの。メルカールの数字全部覚えたんだよ。うわすごいわ、それはすごい、マジで。あれ大変だから、とか、血液型とか、船の名前も覚えたし、はい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 、確かに、そこら辺覚えたの、うんうん。あと 1.8、ルフィ 1.8。 うわーそれはガチよ。それやってんのはすごいよ。234は初登場とか覚えたの。うわすごいわ、ね、それはすごいわ。それも全然だ。いやうべえな、その人がすげえな。クイズ出してたってでしょ、クイズは優秀なんだよ。その人が出してた。一回メグカードからっつって、でその後は漫画の方も適当に拾ってくれて、すげえな。素晴らしい、欲しかったですね。いやいい試合だったもんな。いや後半でもやっぱプレッシャーに弱いから。最初の勢いがね、ちょっと弱まってたもんね。最初すごかったね。はいよって絶対勝つ、ね、ストレートバスじゃないぐらいに来るから雰囲気は。すごかったよ。いやそうか、でもそれだけ勉強したってことだ。クイズを出してもらったってことだ、うんうんうん、山を張ってたんだやっぱりな。あクイズね、平和とか、はい、確かにクイズ出してもらう人とね、アウトに病になるんだよね。覚えるとはちょっと違うしね。そのアウトプットにもなるし、頭にもなるし、ね。あとミンゴが出てきたのだけ、ヒューマンなんとかってなんかあれ、ヒューマンオークション、そう、うん、もうそのワードが出たら、うん、ディスコって答えるよ。もうそこからハーってたの。ヒューマンオークション、まあ関係者だからね。もうそれを言った瞬間、ディスコって答えるっていう山を張ってたの。ヒューマンオークションでドラミンゴと電話してた。電話してたら誰、そう、もうすぐ答えるディスコ。9番が出た瞬間押すよくなったら。山とは違ったんですか、じゃあ結構。うん、でも早いもんで待ったよね。いやでも序盤早かったよ、ね、半分ぐらい山だ。そうそう、多分、まあ、最初はリブカード系と数字系多いだろうな、はい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 、あと裏のだからその今情報ね、何歳で何とかっていうのは、うん、そうね、だから王になったのは31とか、あ強いわ、その28でコラソン4社とか、はいはい、そこ覚えて入れてったんだ。じゃあそれをさ、あのセリフ覚えてたんだけど、あの出し方で今違ったからちょっと焦った。あ8歳と10歳は山間で言ったけど、でも覚えてたのは8と10は覚えてた。ああそういうことか、すごいわ。だ俺8では覚えてたけど、俺も10、あれ10ってもうやってる間にやっぱもう来たから、あれ強かったね、うん、とかね。そう、一回今度佐藤さんを研究しまって、そう、次の対策は佐藤さん対策なんだ。その人に佐藤さんの動画を見せてとか、佐藤さんのプロフィールまで来てる研究してもらって、なりきってもらって、もうガチこの企画に全てをかけてくれてる。でもある程度なりきってくれてた。あ、なりきってくれてた。ここら辺出しそうだな、佐藤さんは。じゃあちょっと嫌味とか言わなきゃダメ。あいつは、あいつは嫌なやつだと思った。前回話し合ったから、そのですがを警戒して押さなかったのね、前回。難しすぎることはね、まあ高橋さんはあれですからね、やっぱ結局、はいはいはい、まあ、ですがると俺が有利になっちゃうんじゃない。バーンっていったらその分俺考えられるから。そうか、確かに、で多分これも書く形式だとまた違っちゃうからね。確かに、多分早押しがちょうどいいんじゃない。書く、うん、だったら多分俺いけるってか、俺が有利になる可能性があるから。確かに、そんな思い出すんだ。スピードでつくと、ね、その方がやっぱりちょうどよく燃えるんだと思う。確かに、ここの書き引きが生まれるから。確かに、うん、いいですね。すげえな。あと星さんも早かったよね、めちゃめちゃ。いやー今回はでも意外と、うん、ミスタースリーム出るとこあるけどちょこちょこ、うん、まあそんなにいっぱいないじゃん、うん、
まあクイズになるようなところってことね。そうなんだ。確か本当に普通のセリフはあるかもしれない、ね、あんまり重要なセリフも言わないし、うん、まあ、ちょこちょこだったから覚えやすかったけど、うん、逆になんか問題が出す方が、うん、なんか似たような問題ばっかりになっちゃう傾向があるから、問題がどう来るのかってなった、ね、だからあ、こう佐藤さんはそうしないだろうから、どう出すの出題じゃないですよね。出題じゃない。どうするんだろう、どうするかなと思ったから2年前のズボンの色も覚えたからね。やばい、色系ね。やばいね。オレンジっていう、もう練習したよ。色系はやっぱでも出しづらいですからね、まあ、他で違うの入ってたりしたらつつかれ、そうだね、これは色が出ないっていうのがもう一つ大事なのは、視聴者に怒られないようなクイズに作りにはなるほど、だから無駄に喋ってたりする問題も多いですから、確かにそこが大事なんだ、穴がないよね。そう、他のもあるじゃないですかって来るのはちょっと取れるんじゃないですかみたいな、っていうのはちょっと怖いんです。答えもう一個あったらっていうのが一番怖いから、答えが一個しかないやつの方がいい。そうだね、そうだと思うね。チャンピオンライフルとかその前トンカチライフルをやってるから、ああマゼランって入れなきゃなんかちょっとややこしくなりそうだなとか、まあグローブっていう時点でちょっといいんだけど、なんかね言われそうとかはねありますよね。トンカチライフルはその前にインプレダンでやってるから、そうそうそう、なるほどね。でマゼランとやったのはチャンピオン、チャンピオンっていうその辺もなんかね考えてマジで慣れ金の問題レベルだからね。そうあれ結構大事なのよ、分かんないからな。そうトンカチで大事、確かにいっぱいあるとね。そうそうそう、そうなんだよ。そうそう、だってもう一個山張ってたのは、うん、あの頂上戦争でリンゴが操った白ひげ海賊団隊長はツイガトモス。あ、俺それ出しそうと思ってました。うわすごい、ほら問題には入ってた。あ、素晴らしい素晴らしい、先に出てるな。うわそれはね、俺もいけてた。うわ、あともさいける、早押し勝負になってた。でも早かったかもしれない。あ、そうだね、バーって言ってたから。頂上戦争でリンゴが操目で言ったら言ってたもんね。さすがに俺その速度では多分いけないわ。うわ、いや聞かなくていいだな、練習してたから。いやこの曲やっぱおもろいね。おもろいですね。2人は大変だろうけど、うん、いやー何回やって、お菓子さんとかやっぱ記憶力えぐいんだろうなって。いやいやいや、もともと簡単だったからね、まだ簡単なんでしょ。簡単って言っても今回は、ほんとね、やっぱドフラミンゴは無理だった。あー、まあそういうことか。ちょっとキャラ的にね、キャラクター的に、確かにセリフはやっぱドフラミンゴは覚えやすかった。なんか言葉が全部、まあ、キャンドルかドルドルかどっちかな。あー、そうか、ダメやが。キャンドルウォール、佐藤さん記憶力やっぱやばいっすよね。占い師さんだからすげえなと思う。覚えてくる系も昔良かったっすもんね。マジで強い強い、マジで強い。あっちは難しかった、覚えてくる系は、ね、だいぶ前やね。あれも完全抜けても全部懸賞金覚えるみたいなやつよね。もう全部あーやってたね。あれはだいぶ覚えられない、すごいな。あれはダメだね、無理だもん、覚えられない。無理やり覚えるからね。無理やり覚える。いまだに俺あれで覚えてもなんかジンベイの懸賞金はシミヤですね。シミ抜きのシミヤとか4億3800万で、それで俺覚えちゃった。それもらっちゃって言ったっけ。いやすごいな、ね、そう当時の検証金、うん、おもろすぎる。いやおもろいね。またちょっとどっかで、やべーなー次は何、ね、キャラクターやって、まあ、キャラやってもう一回キャラ、まあ、キャラ全然やれるしね、まあ、どっちの方が大変でした。関数がだるいよね。関数大変だね。関数がやっぱ怖いね。やっぱり身のどこが出るかが分かんない、細かい部分がね。でも勉強する分には1巻しかないから、そうか、見逃しはないんだけど、あ、いくらでも細かくできちゃいますもんね、関数はね。関数は、あと興味ないシーンとかになっちゃうとちょっと難しくなる。はい、やっぱ ドフラミンゴとかの方が覚えられない、ね、まだ分かりやすい。まあ、そうだよ、まあ、それはそうだよね。ミンゴで負けたからでももう辛いですね。次もういないよ。そんなの、いや、まだクリークやじゃん。あ、クリーク、クリークいるじゃん。クリーク、クリーク楽じゃん。クリーク楽だよね。あざめっぽいでもないよ。出てこないから。でもあんまり高橋さんも、うん、そんなに覚えてんじゃない。そうなん、まあそうかもね。あいあいのもんだと。クリークはちょっとみんな、なんか早勝負になっちゃう。変なところを狙った方がいいかもしれないしね。そうだね。そうなんだ。高橋さん対策の考えなら、うんうん、変なところだよ。そうですね。ごちゃごちゃしてるとこ。そうそうそう。キャラ数多くて、で個人情報あってみたいなところはなんかごちゃごちゃしてんなみたいな。いや俺も結構しんどいかもね。特に身長年齢はやっぱりどうしても抜けるから。抜けるでしょ、どうしても抜ける。おもろかったな、絶対抜ける。だからそこの2問は俺もステージってやっとる。その2問は絶対なし。身長年齢はそれは最初からそうよ。それはもう佐藤さんの先だから。あと血液型だし、ね、それもきついな。血液型ね、その3つやから最初出すって決めるね。誕生日パーソナルデータね。それで読むリーチじゃねえ。リーチじゃねえ。そのやつはマストにしよう。それはきつい。マストにしよう。それはきつい。メジャーとこは俺もわかるけど、うん、やっぱそのミスター3の身長とかもわかんない。わかんない。ドフラミンゴはギリ絞り出せたかなって感じ。すげえ。年齢は分かってた、ドフラミンゴは。すげえな。
絶対いっぱいいると分かんなくなるよな。分かんなくなるね。いや、おもろいね。これはいいですね。おもろいよ。またちょっとね。これ前回いつやったんですか、これ。これ結構前なんじゃない？半年前？そんなにいかないか。うん。何ヶ月か1回やってみたいな。9月、10月ぐらいか。勉強した時だよね、ちょうど。あ、慣れ金前だったの。うん、慣れ金前。ああ、それは仕上がってたわな、ちょっと。なんかそんな気がした。だから勝てたんだ、確かに、特に俺。やったような気がしたから。ああ、そうだそうだ。10月ぐらいかね。そうか、10月はやっちゃダメだね。あの、7月に開催決定ってなったらそっから仕上げるから。その前だね。その時から一番やっちゃいけないから。3ヶ月前だね。そっから逆に休養期だから。休養期休み。逆なんで。そっちがオフなんですね。なんで、ナイキシーズンでオフになってくる。休みだ、その時から休み。6月、7月上旬が一番、あ、いいんだ。抜けてると思う。あ、いいんだ。じゃあそこはね、狙い目はね。だからまた関数でやるから前回も10万いってますからね。10万いってんの、やっぱ人気コンテンツですよ。すごいじゃん。やった方がいいよね、うん、これはやっぱり面白いしね。面白い、やってる分にもやってて面白いし、みんなも面白いだろうし。そうだね。じゃあ次は2連勝目指して、うん、ちょっとね、いや負けたな。ケイさん意外とまだ1回もなってないから。そうなんだよ。そうか。意外と勝って最近頑張ってるんで、いいとこで行ってんの。今度だから会社行って、その行ってくれた人と説教した方がいい。最悪です。一緒に練習してくれたら。おい、負けたとこういうことなんですよ。でも懸賞金取れなかったから。そうか。あそこももう反射的に練習してたんだけど、絶対行かなかったね。確かにもう分かってたのよ。いや、俺も正直もうドフラミンゴですって言った時にまずバーって並べて、先週金は俺も行く気で行ったから、反射的にそこは行けたね。遅れちゃったから、ね、ロフィーは俺頭入ってたから、ね、そういうのは早押し勝負になっちゃうんだな。そうだね。そこら辺は、ね、早押し練習も必要だね。ああ、そうかもね。早押し練習必要。序盤こうだったのに後半ちょっとこうだった。基本こうやっぱね、疲れてきちゃうんだよ。判断ができなくなっちゃう。もう分かんなくなっちゃう。アスリート問題がね、あとちょっとふわっとしちゃいましたけど、あれ読めたんですか、アスリート。読めなかった。あ、読めなかったんだ。じゃあ、こちらに。そんなすぐ、たぶん、ちょっとすごく考えない。あの問題は出せないもんね。出してこなかったでしょ。あれはもうちょっと、まさかこのタイプで。そういう新規問題。新規問題もあるからね。やべえな。だから、技で山張ったのは、ブラックナイトね。はい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 、分身する技、分身する言葉で出せるでしょ。分身する技はとかね、いっぱいあるもんね。そう、ドラミンゴ技多いよ。でしょ、めちゃめちゃ多い。むずいよ。森もよく分かりました。森、ああ、森は、あれは剣と森ね。完全に覚え、技少ないからね。確かにね。ルフィと絡んだ技がややこしいんで。そうそうそう、トンカチとトンカチライフと、なんかよく分かんないことになってんだよ。あとキャンドルを、特大キャンドルボールやった後のスタンプ、リハートスタンプね。なんかよく分かんないとやってんなみたいな。合わさるとむずいよね。連携技多いですからね。連携技意外とスリーは多いから。もうそこがね、ややこしかったけど、個人個人の技は名前が意外とシンプルだから。はい、おもろい。これこれ毎やりたいね。ちょっとシーズンごとで。だから次はだから6月一番だから入んない前だね。入んない前。6月はちょっと正直怖いね。あるぐらいはちょうどいいんじゃないの。いいんじゃない。これ3月に上がってるから3ヶ月ぐらいにはやっときたいね。3ヶ月おきぐらいにやっときたい。その頃ね、結構本当に詳しくなってきそうだけどね、だんだん。でもすぐ忘れんすもんね。すぐ忘れん。検証金一目いない。今のところ言えるのは2冊にだよ。今回覚えてる。えぐい覚えてたのね、あの時。全部覚えてもらって。まあ、気づけだもんね、そう、完全にそういう覚え方しない。そうか、そうか。記憶に定着しない覚え方。そうだよな。やっぱ俺1年に1回。やんかな。すごいんだよ。よく定着してるなと思う。いや、やんなきゃ無理だよ、俺も多分。あの数字を覚えるのすごい。全部1年に1回のその貯金で毎年やりくりしてる。すげえな。そうです。はい、ということで、またやりましょう。やりましょう。はい。お疲れでした。はい、ありがとうございました。素晴らしかったです。Thank you.